古いにかけられていない粉糖の拡大写真粉糖のかかった甘濃炉粉糖あるいは粉砂糖とはグラニュー糖を粉状にひいて作る細かい粉末の砂糖である。これはアイシングシュガーやアイシングケーキとも呼ばれる。粉糖は通常は工場で生成されるが普通のグラニュー糖をコーヒーミルでひいたり乳鉢で吸ったりして作ることもできる。粉糖は 料理を大量に生産する場合に素早く溶かした砂糖が必要とされる時に利用される。家庭料理ではアイシングやフロスティングその他のケーキデコレーションを作る際に主に使用される。またしばしば焼き菓子やパンに微妙な甘さと繊細な彩りを加えるために振りかけられる。粉糖には様々な流度のものがあり、最も一般的なのは XXX。 4X と 10X である。X の数字が大きいほど、流度が細かい。細かいものほど湿気を吸いやすく、塊になりやすいことから、固カ防止剤として、コーンスターチやリン酸酸カルシウムを3%から5%、加え、吸湿による、周回を防止するとともに砂糖粒感の摩擦を減らして、流動性を良くしている。粉闘には固カ防止のため、デキストリンが添加されている。 そのため、紅茶やコーヒーに入れる、グラニュー糖の代わりとしては使用できない。ありがとうございます。